よし、最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。こうかな。今なんでマイギアで。うわ、わきわかんねえできた。マイギア。はいはい。はい。いや、これは結構順当にいった方が強そうだな。3です、シャッフル。で、白です。なるほどね。その3はもう上積みが強いね。オッケーオッケー。ゼロでも持ってないとブーストできないですもんね。いや、どうすっかな、これ。次どうせでも、まあ、動かれてもブーストなんで、一旦伸ばしてもいいな、正直。はい。で、エンドです。はい、やばい、新カード使わないで勝ちそうなんで。順当に動きますか。はい。はい。はい、じゃあ、2軽減ですね。3マナで、はい、マイギアの上にギャブル召喚で。うわで、ローヤン持ってみてください。やっばやばい。サロウソこれから近いんで、まあ、ドアサイボッチですね。いっちゃ行事マジか。うわ、目覚めた。一応ちょっと待って、はい、見るわ。あー、はい、わかりました。プレイアタックするときに宣言5で1点いきます。はい、まあ、そういう思いもビビったやるで。アタックするときに侵略と革命チェンジの宣言、はい、おーい、やるんかい。そりゃで、やばそうだな。起きる効果使う前に、まあ、どっちでもいいか、起きて、じゃあギャブル使います。お、デジャブか。はい、シャラップ打ちますね、ブースト。シャラップだけ墓地で、他は全部混ぜます。はい、で、2点、宣言が5ですね、今ので、はい、ロストソウルなかなか見えないな。アタックするときに、まあ6ですね、6で侵略2回。おお、そっちで、ギャブル5回、これは見えるな。はい、はい、ロストです。はい。いやー、きつい。で、もう一回ギャブルやね。まあ、これもシャラップでいいかな。シャラップでもう全部混ぜちゃっていいです。強すぎる。いや、こう、いや、新カード使わないで勝つんだけど。まあ、大丈夫です。まあ、ギャブルが強いな。一回受けたから勝ったと思った。確かに。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。パンドラロイヤル詰めて終了です。これが例の新カードですね。なるほどね。いきます。はい、悪いドロー。先行だから、まあ、正直ちょっとゆっくりいってもいいんですよね。ゆっくりいこうかな。2マナでパンドラロイヤルズのパンドラシフトの能力で2マナ払って、赤を2マナ払って超次元ゾーンに置くことができます、ね。あ、エマタイか、それ。そうっす、超次元ゾーンに置かれた時にで、エマタイしたい。今引きます。こいつ今超次元ゾーン。そうです。オッケー。マイギア捨てて終了。新しいな。はい、はい、ターンもらってちょっと悩むけど、多分こっちの方が強いかな。デッドゾーン Z を埋めて3マナでグラシャーク召喚して終了。うわ、すごいカードできた。こっちでいけるかな。ゼロだな。はい、あれドロー。うわー、難しいカード引いちゃったな。でもデッドラウンド侵略が怖いんで、これはもう突っ込んだ方が強いと見た。4マナで超人の方から召喚できるんで、はい、召喚して出た時もまたですね。はい、ドロで1枚使います。この1点だけ通ってほしい。プリズナーシャーク、クリスタルメモリーを打ちますと。で、大丈夫？大丈夫です。まあ、そんなにね。まあ、いいでしょう、いいでしょう。まあ、全然。はい、プレイアタック宣言時、侵略、革命チェンジまで。あー、強すぎる。で、ギャブルが2回やります。そうですね。で、2回目ね。ちなみに何落ちたんですか。うわー、ミスった。ヘブニアッシュ。もうちょっと強いカード置いておけばよかった。まあいいや。ヘブニアッシュで出して、レッドラウンドは見えてないのか、今。そうだね。今さっき2枚落ちた。うんうん。ここにもないんですよね。これ落ちるよね。ないですね。取得か。縦に2枚割るもんな。配置します。で、2個。ヘブニアッシュから負けるな。そうね。理想。で、終了。ただすぎる。まあ。ただ、やばいな。ステロンペイか。はい。これ、自分に打ちます。ベーカルフィーで強いやつ。意外と、戻したいですね。はい。頑張らな。手札に帰ったパンドラ。で、2枚ドローですね。1枚捨てて、こうかな。プレイアタック宣言時に侵略、チェンジまで、はい、で、ギャブル2回やります。
シャラップがめくれると嬉しいけど、ヘブニアッシュで、はい、バトルなしですね。チラブディで。で、もう一回。ロストですね。はい。まあ、はい。負けすけど。まあ、そうですね。なんか、まあまあまあ。もう一回やります。最初はグーじゃんけんぽい。なんで今日めっちゃ先行取れた。こうかな、終了。さっす、まずいな、使って。はい、ドロー。うお、気持ちよ、これ。これやりたかったよな、終了。なるほどね。バレてる。はい。終わり。ドロー。これはマジでやりたかった。で、バリックス別に、普通に超次元ゾーンからじゃなくて、普通にキャラからも召喚できるんで、はい、2枚引いて。うい、アタックするとき。めっちゃ強いね。ふざけんなって強すぎるやろ。エクサターン。いやーな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 ーし。え、ちょっと待って、ラッキーナンバーあるのか。ラッキーナンバーあるのか。いや、でもエクサターンだろ、普通に。冷静、一旦冷静になった上で、多分エクサターンだろ。だろ。気持ちよ。はい、まあ、これは、バレッテですかね。バレッテ。はい。2枚ドロー。これ捨てて、で、2点。はい、そうします。まあ、こっち。うわ。まあ、うわだな、結構。こっち、こっちやっても次のターンじゃね、もう一回、簡単ターンがあるやん。あるね。こっちで。まあ、ギャブで召喚とかもキモいかな。ちなみに、それは、まあ、俺の手出しのあれなんだけど、ミスったってやつよね。引きました、シャッフル。なるほど。宣言が3で、はい、プレイヤー4で侵略侵略、はいはいはい、うわー、もう一回ターン取られるよ。まあ、ターン取らんでも勝つだ、多分これ打つの強制なんだよね、確かね。ゴンパンでいいんじゃないですか。まあゴンパンですね。エアボ、ちょっと待って、エアボでギャブ。おい、それテクすぎに、それ。こうだろ、多分エアボギャブ。うわ、テク。おい、テクいってそれ。え、ちょっと待って、カジキリ自分のだ選べないよね。コースコースコース、はい、で、もう一回気持ちよ。やばすぎやろ、これこれないわ。エアボ、おお、いや、これ2点の方が嬉しいから、こう、こうか。ああね、はいはい、そういうプレマンのね。多分こうなる。で、2点。3、4宣言ね。はい。はい、終わりです。あ、ちょ、うわー、気持ちよ。これ絶対勝てね。はい、というわけで今回紹介するのがこちら、赤青パンドラギャブルってところですかね。はい、ね、動き方見てもらったら分かる通りですね。はい、2段目、3段目、レッツゴーギャブル。まあ、デッキの性質上、多分呪文入ってるデッキにはだいぶ有利取れそうだね。ゴーシーとか、まあね、アーマー道具とか。まあ、環境的にそれこそその、まあ、5色のロストソルだったりとか、うん、アーマー道具のガリミーズはもちろんのこと、まあ、普通にそのなんか、デッキ的にキラスターの研究サイトに打ったりとかするだけでも結構うざいのかなと思いますね、うん、確かに確かに。まあ呪文入ってる環境の時に強くなるであろうデッキタイプとして紹介させていただきました、うんうん、まあだから逆に赤タンが最強ですみたいな時にはまあ微妙、はい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 、ね、なるほどなるほどね。というわけで、まあ各種カード見ていきましょうか、まずマイパッド、マイギア同率考えていいでしょう。そうですね、はい、これはまあ4コスにつなげるためのカードだよね、普通に。そうですね、今回はまあ GWD も取ったんで、うん、まあマイパッドじゃなくてマイギアを採用してますね。ああ、なるほどね、そういうことか。はいはいはい。まあそれこそ赤端とかには先行でこう動いたらワンチャンあるのかな、普通に全然、うんうんうん、なるほどなるほど。でまあそれが青と6、4とか、まあまあ普通に強くて、うん、みたいな。まあそうだね、青で一番強い曲だったらこれだし、はい、まあ入れとけたら、まあでも環境によって入れ替えてもいいのかなとは思いますね。入れ替え先の候補ってあるの？例えばその思ったのは、まあゼノシャーク置いて3、4で動けると結構強いんですね、先行だと。うん、そういうパターンが多いんで、まあ環境によってここ全部ゼノシャークにして、うん、一枚まあハヤブサだったりとか、クリームも生かすで、隠しレシピとかでもまあなくはないのかなと思います、ね。はいはい、まああの男のクロックピン採用で、バナでね、まあ、ありますよみたいな。まあまあまあ、なくはないのかもしれない。わかんない。はい。で、次、ダグナムが4枚と。短期が5枚になってる感じかな。でも違うよね、こいつ効果全然。まあそうですね。エンドディーナだもんな。そうですね。まあ、これ、種族にコマンド持ってるのが偉くて、うんうん、例えば3ターン目ザグナム召喚、4ターン目シャッフ召喚、うん、チェンジレッドギラゾーンシャッフが殴ってシャッフを4ターン目に2回起動したりとか。なるほどね。ザグナム、はいはいはい、GWD 面取って、ザグナムチェンジレッドギラゾーン起きてもう1個カウント面取るとか。はいはいはい。まあ結構器用な。まあコマンドっていうのが偉いから、とにかく。まああとあれか、一応ね、レックス系のな、踏み倒しとかも、ケアしてはいるから。キラスターに対して刺さるのは結構いいです、ね。その辺に対してのメタハレっていうのも悪くないな。はい、次シャッフ
ぐらい前、まあ、クソ強いね、こいつやっぱ、まあ、コンセプトカードですね。はいはいはい、まあ呪文に対するメタになってる一つの要因でもありますね、うん、こいつは、まあ、このデッキ使う環境の時は多分シャッフが強い環境だと思うんで、うんうんうん、2、3で出しやすくするっていうのをコンセプトに組みましたね。はいはい、なるほどね。で、新カードパンドラですね。これいいカードだな。相当いいカードでしたね、うん、なんか使ってみて思ったのはやっぱその SA の青コマンドだからギャブルが使いやすくなったっていうのはもちろんなんですけど、はい、この2マナでエマージェンシー台風として使えるのが結構良くて、だこの時初動12枚体制って考えていいんでしょう。そうですね、普通に、うん、普通にやばいわ、まあ、動画で見てもらった通り5色対面の先行とかこのあんまりマイパッドが刺さってないタイミングっていうのがあるんで、うんうんうん、2、3、4で無駄に動いたりとかは強いですね。2、3、4で動いたときにこいつが超次元ゾーンにいるのやべえわ。まあロスト打たれても伸びてるくよみたいな、ね、そうそうそう。こいつなんで2点持ってんだ絶対言ってんのすっげえなこれ、まあ、すごいす、これすげえわ、はい、でキャブルが4枚と、まあ久しぶりに使われたけどやっぱ強えな、うん、まあ使い方ちょっと難しいカードではあるですね。隣の強制なのはマジでパンドラロイヤルズで手出してる効果あるんですけど、これでクロック捨てたくなるんですけど、うん、試合中思ったのはクロック捨てて蛇に足にくれたらやべえみたいな蛇に足しかなかった時ね、はいはい、まあ思った。まあ逆にだからその蛇に足狙いでこの辺落とすとかはありかもね。なるほどね。まあでもちょっとそこギャンブル入ってくるから、まあそのために自分の動きロスするのはどうなんだって話。まあシャックいっぱい持ってたら、まあ、それ余裕あったらやってもいいんじゃないぐらいかな、ね、はい。で次ジャンシャックと、まあさっき言った通り 3,4 の動きがあるのかな。そうですね、はいはいはい。まあこの辺持ってきて強いよねって感じで、まあだから41枚目以降だよね、増やしたかったらここ増やしてください枠にはなってくるかな、うん、まあ使って強かったんで、うん、まあ環境によってその 3,4 で動いて余裕ある環境だったらまあこの辺抜いてがっつり入れても面白いのかなと思います。確かに、まあ安定感は上がりそうだね。はい、で次ハッキーということで、ここから入った時3ターン目暇なターンがあるんで、うんうん、まあ起きるし3ターン目に、まあもしかしたらねこいつ墓地に落として相手のヘブニアッシュで出るかもしれないしね。まあまあそういうのもあるね、そういう発展性もあるから意外と出したりするのかも。はい、レッドザーンジェットが1枚と、うん、入れたんだ。まあゼノシャーク入れたり月入れたみたいな感じかな。ああなるほどね。まあ一応この使い回しとかも3、4で使い回しとかもあるかなと思って、うんうん、まあ一応入れたって感じです、ね、うわ、ブルーベリーブルーベリー強いんですよね普通に。まあ経験が割といっぱい8本入ってるんではいはいはい、普通に5マナ4マナでは出るのか。そうですね、シャッフとかでゲーム伸ばす試合だとまあ結構フィニッシャーにはなってくれそうだね、引いたらめっちゃ強いよねって感じですね、はいはい、なるほど。でエイジ・ロイリーが4枚と殺意の4刀って感じですね。これ何身赤身、まあテスタロスター、ああね、はいはいはい、ミキセル、そっかそっか、系統ですね。確かに確かに、メタショランと勝てんもんね。あと彼につきもまあショットきたいなって感じは。確かに確かに、これもあっていいな普通に。まあでもなんか触っててなんか話したのは、うん、これ1本デッドダムドに変えちゃうとかはありかもなみたいな。ああね、はいはい、これで墓地捨てれるしみたいな。なるほどなるほど、 それは結構使ってて思いました、ね。まあ、ありそうだねデッドダムド、うん、盤面取る要因として、まあ、デッドダムドにするのもまああり、はいはい。でラストがデッドイラゾーンと、これなんか日に日に書いてあることおかしかったそうですね、そうだね、だって0までで出てきてね、コマンド全 SA マッハファイターブロックじゃないでしょ、うん、何が出るのこいつ。まあやっぱそのギャブルのおかげで後続、はいはい、ってか1回ターンを返しても大丈夫な状況になりやすいんですよね、ギャブルとかシャッフのおかげで、はい、でその時ねこいつバトルゾーン行ったら、そうもう SA だもんね、 SA マッハファイターみたいになっちゃうからね、強いわ、それが強いですね。はい、というわけで意外と安いんじゃね、サイレント入ったこれ安いバージョンあるまあまあまあ安いバージョンあるとはいえでもめっちゃ値段上がってきてるんで、 SN されねえのかちょうどせもうちょっと高い。あ、マジ？俺の相場。いや、意外とすんな。意外とするんですよね。わぁ、普通に2000超えたの？マジか。高いね、結構すんだな。あー、ってことは、まあ、あと、こいつが、ベリー、いや、スーパーレアなんです。うーわー、SR なんですか。1500円と言います。あ、でも初動はもうちょい高そうだな。うーん、高い。いや、まあ使ってみて、めちゃくちゃ強い。強かったんで、はいはいはい、まあ、1週間後1500で予想します一旦でその結果この出来の価格が約2万、2万いかないぐらいかな、1万8000とか、まあ高いな、まあ、ここがもうメインの、あのポイントですね。あ、でもギャブルはその使ってて面白いし、はい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 、まあ、集めといてもいいかもしれないですね今のタイミングで。うん、なるほどね。というわけで以上赤青パンドラギャブルの紹介でした。